どうも、ベトナム在住のウキキです。今日はね、スーパーカブのエンジン、シリンダーをちょっとね、確認して、あとピストンの方ね、加工していきたいと思います。まずはシリンダーの方から見ていきましょうかね。こいつはね、もう見ただけで色々と分かったというか問題もあったんですけど、まず最初にこのノックピンを外すか。取れた。これね、ここ真鍮の部品がはまってるんですよね。一度ネジ山を潰してね、真鍮の部品入れたみたいなんですが、かなりね 0.5 ミリぐらい出っ張ってるんですよ。だから一つはこのせいでオイル漏れするんですよね。私もこれは最初からオイル漏れするのはね把握してて、ここに気がつかなかったのかな。元々のやつもね、液体ガスジェット塗ってあったんで、私もね、液体ガスジェット塗って組んでるんですよね。だから、とりあえずはまずここを削ります。ヤスリで削れるんじゃない？案外出てるんだよな。深追い厳禁だよね。あとはガラスの上のサンダーペーパーかな。もうちょいでもやろう。いや、これぐらいでやめとこう。とりあえずね、ここは削って、このシリンダーね、ここも真鍮のやつはめてあるんですよ。で、これね、今回初めて気がついたんだけども、マグネットがね、くっつかなくって、アルミシリンダーなんですよね。SS50 の？なのかな？まあいいや。それで、もう一個ね、オイル漏れの理由がこれだと思うんですよね。穴の位置がね、合ってないんですよ。これが SS50 だとしたって、穴の位置はずれてないはずなんだけどな。ちょっとどうなってんのか。まあいいや。ね、外してって、ノックピンは、あ、これも簡単に抜けたね。こいつはちゃんと合ってましたね。上が長い方で下が短い方。さあ、で、これは一回ホーニングなんだな、簡易的にね。これね、シリンダーの方、ちょっと中にね、筋があるんですよね。どっちがひどい？下側の方がちょっとひどいのかな。うまくカメラじゃ映んないかな。今ちょっとね、写真撮ってそれなりに映ったんじゃないのかな。本当はね、0.25mm オーバーサイズ、ボーリングしてね、ピストンも変えちゃえばいいんだけども、まあこれ見る限り、まあ少しね茶色くはなってるけど、そんなにガスは抜けてないし、まあここもね、擦り傷は少しあるんだけど、今回ちょっと実験したいこともあってね、まあそれもあるんで、まずこいつはね、ホーニングだけやっておきたいと思います。簡易的なホーニングはね、いつも私が使うこれですね。ブレーキシリンダーホーニング。これでね、やっていきまーす。さあ、それじゃあね、やっていきましょう。で、いつも言うけど革の手袋ですね。回転計は布とか、まあ、軍手は危ないんでね、革手袋で押さえておきます。ちょっと遅くしすぎたか。
もうちょい硬くやな。こんなもんでいいんじゃない？こんな感じで、やっぱり動画じゃ映んないかな。少し筋はあるんだけどもね。これも写真撮っとこう。さあ次はピストンです。これは今回はね、もうピストンリングももう一回これを使い回しちゃおうと思ってます。だから向きを間違えないように保管やね。ちょっとねぐちゃぐちゃにならないようにこれで保管しておきます。これね、さっきも言ったようにちょっと傷はあるんですけどもね、まあ実験もしてみたいんでこれを使い回すんですが、私いつもというか最近ディンプル加工してるんですけど、今回ちょっとね、それのさらに上を行って、ここら辺にね、穴開けてみたいんですよね。こんなことやっていいのかどうか知らないけど、これここがオイルのね、通る穴なんで、それとちょっと重複してない場所。こんな感じで、あ、こっちの方が当たりきついんだ。ああ、いいんだね。ちょっとね、ここにドリルで穴開けちゃいたいと思ってます。これをね、こう置いて穴開けたいんですよ。下もね、ちょっと布じゃまずいかなと思って一応本革の端切れをね持ってきてます。滑り止めにテープ貼るのもいいんじゃないかな。これでどうか行きんじゃないの？無理かい？切るやろ。さあこんなことやっちゃっていいのかね、ちょっとわかんないけどやってみよう。これちょっと歯が悪いな。ちょっとね、新品のがないんだけども、もう少し良さそうな歯を持ってきました。やっぱちゃんとしたやつ使えばね、すぐに穴開きますね。これでちょっと穴でかかったか。 3.2 ミリをね開けたんだけど、反対側もやっておきます。これ穴のテーパーをねかけたいんで、上だけ大きなドリルでね、広げていきます。こんな感じでね、穴の位置がおかしいですね。反対側も。これ、なかなかいい感じで開けれました。ちょっとね、位置が思った場所と違ってずれましたけども、ね、反対側もできてます。それでこれね、まだ試したいことがあるんだけども、僕の動画でね、たまにコメントくれるジョン F さん。イギリスの方だったかな。SS50 乗ってられてね、いろいろ情報を集めてるみたいなんですが、その方が聞いた話でね、潤滑を良くするためにここの下のねテーパー、今も少し斜めになってるんだけども、ここを削ってオイルが中に入りやすくするなんていう改造があるみたいなことをね言ってられて、いや、まあそれの真偽のほど効果とかわかんないんだけどもね、聞いてみるとやってみたいじゃないですか。で、本当は全面削りたいんだけども、まあここはね、映ってんのかな、ピンがあるところは強度の関係でね弱くなったら怖いんで、ここの面だけね、2箇所ちょっと無理やりだけどもヤスリでね削ってみようと思います。
こんな感じでね、削ってみました。ビフォーの写真撮り忘れたな。まあちょっと掃除して写真は撮っておこう。今回ね、いろいろとやりすぎてる嫌いはあるんだけども、さらにね、私がいつもやる定番のリンプル加工までやっちゃいます。こんな感じ。くぼみをね、作っていきます。リミッターはちょっと遅めでいい。こんな感じですね。反対側もやっておきます。もうそれはカメラいいか。両面ともね、削ったんで、ちょっとサンドペーパーで軽くね、バリ取りかな。600番です。ここも吸っときましょうかね。こんな感じかな。ついでにね、上の汚れ落としも。これはもう擦れるんじゃないの、これで。ああ、取れる取れる、大丈夫だ、大丈夫ですね、簡単に取れるな。それでこのピストンリングのね、はめるところの溝も掃除するんですが、これはね、古いピストンリング使うのがいいらしくて、特にこれ半分に折ってますけどね、エッジがしっかりしてるセカンドリング、こいつでね、かき落とすんですよ。一回掃除するか。こっちがね、これでね、細かいところの、カーボン取っていきます。ピストンの方ね、こんな感じでできました。それでね、これシリンダーの方もちょっと掃除しなきゃいけないんだけども、外側ですね、それはね、動画にしないで掃除しておきます。アルミなんで磨きたい気もするけど、もう今回はそれはちょっとやめとこうかな。まあまあ、次回ね、多分エンジン組み立てできると思います。あ、でもシリンダーヘッドも見なきゃいけないのか。まあまあ、いけるでしょう。今日はね、これで終わりにします。それではまた。